まず起動時間でございます。今わかりました？こう今切りました、つけました、で切りました、つけました、もう一回切りました、つけました。なんとなくなんですけど、ちょっとね動き的に何て言うかな、FTZ をかましている時の F マウントの超望遠のような感覚になります。これはファームウェアですね、 Z8 のファームウェア、一応最新の今の段階のファームの最新と、まあ、レンズも新しいものになるという形で最新同士にはなるんですけど、まあ、起動の時にちょっと他の超望遠のニコンの Z マウント対応の純正レンズの起動の Z8 って起動早いじゃないですか、バチンですぐ起き上がるんですけど、あれ Z8 おおみたいな、ちょっと懐かしい Z7 かなみたいな感じがするぐらいの、ちょっと待ちがね出るぐらい、 FTZ でちょっとググググって音がしてカッて撮るときあるじゃないですか、あの感覚に近いかなっていうところがありますので、まあこの感覚動画で押さえてきているので、この感覚でえこれ遅いんこんなもんやろっていうところがあったりすると、私は個人的に気になったポイントです。でもう一つはサイズですね。これは縮めている状態です。で左側てか上側か、この動画やったら上側にあるのが900ミリの、コーヒーのペットボトルでございます。1リットル昔だっていうのか知らない、900ミリって減ったね内容量減ってもたのかなっていうところがあって、900ミリの、まあ、1リットル弱ペットですね、1リットルちょっとの1リットル弱900ミリのペットボトルに対して横に並べると、縮めている状態だったらほぼ一緒ぐらいで、挙動部分を伸ばすと1リットルちょっと伸びるぐらい、まあ2リットルペットのちょっと小型ぐらいに、まあ、なるかなっていう感覚なので、何の話をしてるかっていうと、この状態からこれぐらい伸びますよって話ですね。この状態からこれぐらい伸びますよっていう話になります。何センチ伸びるって言ってもね、センチこんなもんかなんですけど、あカメラの前に1リットルのペットボトルくっつけるぐらいかの方が私は分かりやすかったりしますので、こういったね動画を持ってきておりますという形でございますね。なんとなく、伝わったかなというところがあります。では